木豊です。あ、小木です。よしよし。はい、ということでカメラを覗くっていうちょっと入り方も、はい、いろいろ応じないといけない。これもう豊さん次第なんですよ。変な入りしたらもうこっちもついてくしかない。はい、今回もちょっとですね、一人の選手を掘り下げようかな。掘り下げシリーズ、ね、今回はですね、横浜 DeNA ベイスターズの選手を掘ってやろうかな。おー、もう、はい、誰だ、はい、掘りやすいやつにしよう。掘りやすいやつ、あのちょっと意味がちょっと変わってきちゃうんですけど、そこ行くやっぱり今回ですね、はい、横浜 DeNA ベイスターズのホワイトセブン、え、違う違う、あれじゃない、いいです、近畿です、あ、近畿です。三塁手といえば、はい、誰でしょう。金田さん。違います。三塁手といえばもう宮崎選手です。現役のベストナインに入れたからね。そうですね、その話をしろと。そうですね、もうせっかくなんで、ね、ドラフトの時にさ、決まるじゃん。俺はヘッドコーチのスカウトとか見てる時に、その報告書によるとさ、守備全くダメ、打つだけを考えてください。なるほど、ダメじゃんとか思いながら、はい、確かに入ってきた時バッティングよかった。なぜいいかというと、右打ちができた、逆方向に。あいつね、趣味がヒサロに行くことだったの。え、そうですか。でも、いつも黒いけど、お前どうしたのって言ったら、じゃあヒサロに行くんですよ。ヒサロに行く時間があるんだったら、バットの1本でも、ノックの1個でも取れて。なるほど。お前それ何のためやってんだって言ったら、いや、女の子に。でも言うから、成績残したらいくらでも来るから焼かなくてもってことですよ。レギュラーになって、お前まだ下路行ってんのかって言ったら、もう下路行ってないです。おそうだろうみたいな。なるほど。でもあいつもそうやって勉強しながら、忘れもしないのにさ、旭川行った時にサードがいなかった。監督もう守備は目つぶって、宮崎行きましょうよって言って、するかとか言って、担当が乗ってきて、じゃあ使ってみましょう、宮崎、お前今日サードスタートだから、チャンスだから頑張れよって。そしたらその時初ホームラン。うーん、バッティングはいいなと思いながらさ、なんとかこう守備をね、期待させないから、ピッチャーが取ってさ、ランナー一塁で、あいつセカンド見てたからね、ピッチャーがなんかで頭の上通過していった時は、あいつ何やってんだとかよ。いやだからゲッツーに行くと勝手に思ってセカンド見てた。そういうところもあった、性格的に。でもやっぱりな、人っていうのは成長するっていうのはよく分かる。もう最近では守備も上手くなり、チームの中心になって責任も持ってきたんだから、ちゃんとしたレギュラーになったし、だからまあ首位打者とみんな不思議だったかも。でもそのぐらいのポテンシャルはバッティングは持ってた。あとは守備をどう鍛えるか、そこだけど、まあ守備はさ、受けりゃ上手くなるとか言うけど、はい、やっぱ試合に出て野球は7、8、9だから、そういうシビアなところでさ、守ることを継続してやっていけばさ、はい、上手くなるんだよな。実戦で守備は上手くなる、はい、バッティングはもともと持ってる、性格もいいしな、変すぎるって言うけど、結構素直なんだ。結構可愛いやつ、可愛がられるタイプですかね。可愛い、今となってもすごい、いやいや、打席入っただけでも本当に打ちそうなもうオーラ出てる。いやだからもう俺の中では内川2世。あー、なるほど。内川もどちらかというとシビアだ、バッティングで身を立てた、まあ、侍だ、バットも出してた、だからそういうタイプ。確かに侍感が出てますね。職人だね。あいつ右に打たしたら右だけでいいって言ったら4割打つかも。そのぐらいのあいつ右に打つ技術が高いから。あ、そうなんですか。だからあいつはそんなにスランプは長くない。インコースも右に持っていくこともできるし、引っ張ることもできますしね。話聞いたら詰まっていいと思う、詰まっていいと思ってるっていう口に出すバッターで、そうそうね、それ言えるっていうのは気持ちよく引っ張ったらファールになる。あいつバットを振ったら前に飛ばすっていう独自の理論を持ってるんです。はあ、イチローさんも言ってました、詰まってダメって思わない、詰まっても OK、 それでもなんとかできるという技術がある。はあ、詰まったらもう何にもできない人がいる。そうですね、詰まってなんとかできるバッター。まあ今年も首位打者を取ってもらう。いやー、もうぜひ宮崎にバットもらってる。いや、本当そうですよ ね、 そうですね。あるんす、持ってます、ちゃんと持ってる。使用したプレゼント。おー、ね、楽しみにしててください。まあ、すごいですから、ね、あのバットで豊さんの三振をしてますから、ね、気づけない。